はい、皆さんこんにちは、フラワーティスシンです。今日はね、ちょっとビタミンカラーの小ぶりなねブーケを作っていきたいと思います。では早速いってみましょう。どうぞ。まずね、こういうラナンキュラス、まあみんな花材のね葉っぱを取り除いていきます。まあこういうねトルコキキョウなんかもこの葉っぱを取ってしまって、でまあこういう枝分かれしてる部分っていうのがね、そのまんま絶対にこう使えない。で特にミニブーケでこのステムで済んでしまう場合は、もうここでね、ここでこう切り分けてしまって、このようにねしていきましょう。こういうパーツにしていきます。でバラもね、ちょっとこう花びらの外側って必ず市場から来た時に傷んでる花びらがあるんで、まあそういう部分のね花びらを取ってあげて、葉っぱとトゲをね手で取って準備をしていきます。はい、次にね、今度こうドラセナの葉っぱを全部1枚ずつパーツに分けていきます。そしたらです、このドラセナの葉っぱを、そしたらこのドラセナの葉っぱをこう巻いて、まあ、いつもね僕がやってるようにこうフラワークッションホチキスで留めて、まあ、こういうフラワークッションを作っていきます。これ花束のね大きさによってここの巻きの長さとかが変わってくるんで、短い場合はこのような感じで大丈夫です。花束のステムが短い場合はこのような状態で大丈夫です。はい、次にこのミスカンサスもこれくるくるっとこういう風に巻いて、これ細いんでね、ここの打つところをちょっと気をつけてほしいんですけど、ここの細いところね一発でここ止めて、こういうようなパーツを作っていってください。そしてね、今度谷渡りは少しこう長さが長いんで、このここのね葉っぱの部分をこうカットして、まあ、このように葉っぱを短くしておきます。こうですね。はい、ではね花束を組んでいきます。はい、まずバラを持ちますね。そしたら、はい、で今回はマス的に作っていくんで、もうこのようにちょっとバラをねくっつけて持っていきます。でここの間にこの先ほどのドラセナで作ったねフラワークッションをここの下のところに入れていきます。ね、そしたらトルコキキョウ、ラナンキュラスはこのフラワークッションの上にこう花が来るように、こうすることによってここの間はね少しだけこう間隔が空いていきます。このフラワークッションがないとね、確実にこの間は空いていかなくてくっついていっちゃうんで、そこはね気をつけてください。しっかり入れるようにしていってください。これですね。
で、ここで少しね、お花の位置を直してあげましょう。少しずつちょっと花束の場合ずれていくんで、こんなマスブーケでもずれていっちゃうんでね、直しときましょう。ここでこの水管のね、巻いたのを少しこう可愛く間に入れていきましょう。で、谷渡りも入れていきます。谷渡りは少しこう流すような感じになっていきますからね、花はね、こういうように、あ、なんつうの、形フォルムにこうフォルムになっていくっていうか、なんつうんですかね、フォルムになっていくんですよ。で、この谷渡り1枚巻いちゃいます。臨機応変にね、いろいろとこう花束で作った間に変化するんで、その時いいな、こうした方がいいんじゃないかなと思うものはそういうふうにしていきましょう。まあ、あとはね、この巻いた水観察をね、どこに入れるかと、フラワークッションでどう締めるかですよね、花束をね。ぱっと見ここが沈んで見えてるから、こうしてあって、ね、これはつぼみなんかも入れたも可愛いですよ、ランランちゃんのね。このね、底辺のこの高さを合わせなければいけないんで、要は器に花束を入れた時にぐらぐら底辺が傾いてると傾くんですね。ここ結構重要なんですけど、みんな結構花束作ってる人たち割とここ言ってない人が多いんで、ここは確実にやりましょうね。器に入れた時に安定の悪い花束になってしまうのが一番ね、やっぱりなんかダサいじゃないですか。はい、できました。これで底辺もビシッ
と傾くことがなくて、花束も綺麗な花束の出来上がりです。はい、ではここで結束します。はい、出来上がりました。このような感じです。ね、いい感じでしょ。はい、今回ができました。このブーケです。このくらいのブーケだとね、皆さんも簡単にできますので、ぜひねやってみてください。ただマスブーケでもね、頭全部びっちりこう高さ一緒に揃えてしまうとなんか気持ち悪くなるんで、少しアップダウンをつけていくのがやっぱこの成功の秘訣だと思いますので、ぜひそれをね、心に置いて持ちながらやってみましょう。はい、ではね、今日はこちらでこのブーケの動画を終了したいと思います。皆さんいいねと思った方、ぜひグッドボタン、チャンネル登録もよろしくお願いいたします。ではまた次回お会いしましょう。 See you next time。 ありがとうございました。はい、皆様、フラワー TV はいかがだったでしょうか。今日もご視聴ありがとうございます。フラワー TV では皆様のチャンネル登録を募集しております。チャンネル登録していただけると、フラワー TV の新着情報などが皆様に届きます。また、あと、Nフラワーの LINE アットの登録もお願いいたします。そちらを登録していただけると、お得なプレゼント情報や僕のレッスン情報なども皆様に届きます。両方とも無料で登録ができますので、よろしくお願いいたします。登録は下のボタンよりお願いいたします。ではですね、フラワー TV、これからも綺麗なお花、フラワーアレンジメント、花束などをどんどん皆様にレッスン、そして、紹介していきます。なので、これからもよろしくお願いいたします。ではまた。